こんにちは、編み物ジャーニーです。今日はこのようなクッションを編んでます。アフリカンフラワーという編み方、フラワーモチーフでクッションを編んでいるんですけれども、クッションは古くなった座布団がもうこのようにあります。色あせたり古くなってしまったので、これにカバーを作ろうと思って編んでみました。ずいぶん前から1年以上かけて編んでるんですけど、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 完全に編めたのが、綺麗なモチーフに編めたのが20枚と、この半分の形のは自分でちょっと考えて編みました。それからこの中途半端なところですね、この三角もここがまっすぐなるように自分で作ってみました。これ特に皆さんにお伝えするつもりはなく、自分だけで編んでたので編み図とかも特に用意してないんですけど、編み方もまだお伝えしてません。でクッションと同じ大きさになったので、裏を今編んでるところです。ちょっとひっくり返して、裏地はもうまっすぐに編むようにしました。裏までモチーフするとすごく大変なので、このような感じで裏はちょっと大きめにして、ここで閉じ付けようかなと思ってます。ちょっとこの厚み分があるので大きくなったんですけどね。これを編みながらちょっといろいろお話ししようかなと思って、今動画を始めました。で半分までこれ行ったら、こっち側から進むのとこっち側から進んで、真ん中でこう重なるようにお洗濯できるようにちょっとしたいなとかいろいろ思ってます。コットンの糸で、家にあった糸で適当に色を組み合わせているので、あんまりデザイン的にはどうかな、色の合わせとかもとか言われるかもしれないんですけど、持ち手の糸でなんとかしようと思うと、なんかあんまり気に入ったのにならないこともありますね。紫と黄色で編んでます。明るい感じに。で長編みでここはずっと裏地を編んでるんですけど、もう裏地編んでますっていう動画をずいぶん前に撮った気がします。それからいろんな他のものを編んだりとか、ハンカチタオルをいろいろいろんな編み方を試してみたりとか、自分の編み物の勉強、日本手芸普及協会というところで私は資格をの勉強をしてるんですけれども、編み物の先生になりたいなって私は最初から思ったんですね。編み物はもともと子供の頃から大好きでしていたので、その大好きっていうのもやっぱり母の影響が大きいです。母は内職って昔あったんですよね。家で編み物をして内職センターというところに編んだものを持ち込んでお金をいただくという仕事ですね。これを編んでくださいっていうのも内職センターから糸と編み図をもらってきて
編んでるみたいでした。私が小学校の頃のことですね。お、ちょうど糸がなくなったので、糸がなくなった時どうするっていうのをやってみようと思います。長編みの途中までを編んでます。もう一回しようかな。このくらい糸が、糸始末をする分ぐらい15センチぐらいになったところで一旦ストップして次の糸を準備します。この糸は雑貨ストアーズさん、インターネットで買えるのかな。で、この中が柔らかい芯になっているので、ちょっとこう折りたたんで中の芯を外して、外のラベルは外さずに基本的に中から出しますね。で、ごそっとこんなに出てきても大丈夫です。この中に編み始めがあるはずなので糸端を見つけます。そして糸端をこちらも糸始末ができるぐらいのところに残しておいて、糸を左手にかけて、これで編めるように持ちました。あ、こっちまだ先でした。長編みの途中まで編みます。長編みを途中まで編んで、これをかけたら編めるよっていう、残りがかぎ針に2本かかっている状態でこれをほったらかして15センチのところぐらいで編めるように持ったら、ここ糸端長いです。中指と親指で一緒に編み地と持ちます。これでいつもの通りに背中でかけて2つの中をくぐれば新しい糸になってます。ここですぐにこの短い糸同士を1回だけ絡まらせて結びます。一結びですね。ここでしっかり一結びしておけばこれだけで大丈夫です。糸始末は最後にまたとじ針を使って隠していくので、基本的に編み物では結んだりはしない方がごろつかずにいいかなと思います。今のやり方がとっても難しかったり、よくわからないっていう時には全然このやり方じゃなくても結んでもいいし、ちっちゃく糸がもったいないって時もちっちゃく結んで中にチュチュチュッとこう入れ込む、そんなやり方もあるので、私はこのやり方が綺麗だし好きだなと思ってるので、いつもこの最後の一編みで新しい糸に変えるっていうやり方でしています。結んだり引き締めたりするとゴロゴロするからですね。で、今長編みをずっと編んでるんですけど、なかなか進まないですね。でも編み物セラピーということで、私いろいろお話ししながら動画撮ったりブログを書いたりしてるんですけど、編み物セラピーに向いている編み物ってこういうものだと思います。ひたすら長編みを編む、ひたすら表編みを編む、何も考えずに手が勝手に動く状態、数を数えることもこれだとないですよね。なのでおしゃべりができるんです。増し目があったり配色があったりして、ずっと数えながら編み図を見ながら編んでいたりすると、こう瞑想効果というか無になるという状態にはちょっとなりにくいと思います。こうやって
黙々と同じ動作を繰り返すことによってこう脳が何も考えなくなる、無心になっている瞬間があるんですよね。編み物される方は経験があると思うんですけど、この無心になる状態が楽しくて多分編み物皆さんされてるんじゃないかなと思うんですよね。ただただこうやって手を動かしていると少しずつ少しずつ形になっていくっていうのもすごく楽しいんです。一日一段でもいいからここをこの、クッションの裏地を編んでいれば一日一段で何段編むか、30日で30段ですよね。2ヶ月60日で60段ってことは必ず編み終わる日が来るという。でも私のようにこんなにほったらかしてずっともう押し入れの奥にこれ隠されていたんですね。日の目を見ず、いつも編むものはリビングとか編み物部屋にポンと置いたまますぐパッと手に取れるようにしてるんですけど、ちょっと後回しになっていたこの自分の編み物部屋用のクッションだったので、他の急ぐ仕事とか急ぐ資格の取得、さっきその話が途中でしたね。資格の取得の勉強とかしているとそっちが優先になっちゃって、こういういつ編めてもいいようなものが中途半端になっていたので、今日何編もうかな、何をおしゃべりしようかなっていう時にこのことを思い出して今出してきました。ちょっと今年はこれ完成させたいですね。またこうやって編み物セラピーおしゃべりしながら編む時に出てくるかなと思います。編み物セラピーの効果の一つにこうやっておしゃべりをする、自分の気持ちを口に出すっていうのが結構やっぱりこうストレス発散というかいいみたいです。なので編み物が好きな人同士で編み物教室とかサークルとかで集まってたわいのないおしゃべりをする、あんなことあったよこんなことあったよっていうのすごくセラピーになってるんだなと思います。端っこに来たのでちょっと節水でなので説明すると 1,2,3 立ち上がりの3目目にしっかり割って編みます。糸が2本取れている状態です。これが鎖の中にちゃんと編みます。これが1を基本ですね。1,2,3 そしてここがどうしても穴が開いた感じになっちゃうのでこの立ち上がりはきつめに編むことをおすすめします。でひっくり返す向きはこっちから進んできたのでこう右側を向こうに返す、これも位置を基本です。で鎖の立ち上がりは長編みの1目と数えるので次はここです。2目目の頭ちょっと左側にずれた感覚があると思いますがこれが一応基本ですね。こうならないためにどうするっていう動画も以前作ってみたので、このポコッと開くのが気になる場合はその動画も見てみてください。今日はたわいもないおしゃべりで私が編み物始めたきっかけ
は母の編み物、お仕事、内職をしている母の姿を見て、小さい頃から見よう見まねで編んで楽しんで遊んでいたと。最初は鉛筆をこの編めた編み地でチク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 して編んでる真似とかしながら遊んでたような記憶もあります。なのでうちにはもう私が気がついた頃、記憶がある頃にはもう毛糸と編み物、編み図っていうのが普通にお家にあって、編んでいる姿、母を姿を見ながら育ちました。母はもう常に編み物をしていて、私たちをどこか海に連れてくとか、父のゴルフの付き合い、ゴルフ場に練習行くのに家族みんなで行って、母は編み物、私たちはゴルフ場の砂場バンカーとか草原とかでひたすら父の帰り終わるのを待つとか、魚釣りの父の魚釣りに家族でついてって、海でずっとうろうろして外で待つと、遊びながら。妹が一人いるんですけど、妹となんだかんだで飽きずに遊んでましたね、外で。で母は編み物をしていると。それが私の幼い頃の家族の光景ですね。子供のために遊びに行くっていうことはしてくれずに、すべて父の都合、父の趣味は野球と釣りとゴルフなので、それの練習に付き合わされる。野球場にもよく行きました。野球見に行って全然分かんなくて面白くない野球をしているおじさんたち、もう私なんかから見ればおじさんがなんかしてるしか分かんなくて、野球場でもよく遊んでました。 あと競馬場にも行きましたね。競馬に付き合わされて、競馬の馬券を拾ってお金ごっことか銀行ごっことかして遊んだり、そんな記憶があります。ただそれも全然嫌じゃなくて、どっか連れてってもらえるっていう感覚だったので、私の中では遊びに行ってる、家でじっとしてるよりはどっか出てみんなで行くっていうことが私は楽しかったので、今はいい思い出になってます。そんな感じで今日は私の編み物きっかけと思い出話で、あの日本手芸普及協会の資格を取りつつ、今準師範というところの勉強をしています。そこに行くまでも長年かかってますけどね、またその話もおいおいしていきたいなと思います。クッションカバーを編みながら長編みでひたすら裏側を編みつつ編み物のおしゃべりしてみました。編み物セラピーにはひたすら黙々同じ作業の繰り返しっていうのと、こうやって自分の気持ちをアウトプットする、言葉に出す、口に出す、しかもこう一人でも誰か聞いてくれてる人がいるっていうのはとってもセラピーになってるなと思ってます。今日はちょっとゆっくりこのまま編み進めてみようかなと思ってます。地道な作業が楽しいですね。アフリカンフラワー、フラワーモチーフで作る編みぐるみと小物、この本を参考に編んでみました。日本文芸社さんから出てますね、この本です。
可愛い。これも編んでみたいですね。ではでは、また撮ります。オンラインレッスンをしていますので、編み方がちょっとわからないとか、この本見てつまずいちゃったっていうところがあったら、ホームページのところからオンラインズームレッスン検索してみてください。最後まで見ていただいてありがとうございました。